異常識を必要とする人に届けるをテーマに、ビジョンコーディネーターともんけのウィンウィンビジネス。はい、今日最初のコーナーです。テーマは音質重視の見せる携帯スピーカー、はい、ということですね。株式会社ドクター3代表取締役社長、工学博士でもあります近藤仁さんをお招きしております。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。はい、まずですね、今日、面白いものをこうやって持ってきてますね。なんかカラフルな、これゴルフボールゴルフボール、ゴルフボール。ちょっと変わったゴルフボールだなと一瞬思ったんですけど、はい、何なんでしょうか。これまず何だか分かります？何でしょう。でも何かここにいっぱいアクセサリーにしてはちょっと重いかなと。そうですね、重いですし ね。でも何かここから何かが出てくるんでしょうか。はい、まずこれちょっと聞いてみましょうか。はい、こちらですね、近藤博士、社長と言ったらいいんですか。どちらですか。はい、これはまず何でしょう。はい、未常識を、はい、紹介するということで、はい、全く新しいですね、スピーカーのジャンル。これスピーカーですね。スピーカーなんですね。ちょっと作ってみたので、はい、今日はそのご紹介ということで、はい、テーマにもちょっとありましたけども、音質重視の、見せるスピーカーということで、音はやっぱり良くないといけないんですが、見た目が、かっこいい綺麗っていうものなんですね。で、携帯プレイヤー、例えば iPod、iPhone、はい、iPad もそうですけども、そういう音が出るものにつけて、どこでも使える。で、携帯スピーカーっていうのはたくさん出てます世の中に、はい、なんですけども、意外ともう持ち歩くのは億劫だったりしますよね。そこで見た目がすごく良くて、普段はアクセサリーとして持ち歩いていると、で、いざっていう時に、例えば新しい曲ダウンロードしたよとかいう時にですね、ちょっと聞かせるっていう用途の時に、例えば今までカバンについていたこのアクセサリーをですね、つなぐと音が出ると。あ、これなんかいろいろ使えそうですね。はい、そうですね。音楽もすごくいい音が出るんですか。はい、ここに聞いてみたいですね。iPod と私はちょっと持ってますので、はい、お願いいたします。どれでもいいですか。どれがいいんでしょう。このオレンジの、これはなかなかワイルドなオレンジに黒なんですけども、この輝きがですね、はい、いいでしょう。いいですね、これね。はい、ちょっと某巨人軍ですけどジャイアンツカラーです、ね、ジャイアンツカラーになってるんですが、ここに穴が開いてるんですね。ラジオですね、あれなんですが、普通のジャックがついてまして、これを差し込むとオンになる、はい、で外すとオフ、はい、で中に電池とそれからオーディオアンプ入ってるんですけども、これをこう差し込みます。で、iPod ですね、はい、これを鳴らすと何でもいいんですが、ダイヤナフランス、あ、ごめんなさい、生放送なのでなかなか今音を出そうとしております。これスタジオのスピーカーから、スピーカーでマイクから拾ってる音が、ラジオで流れてるんですけども、リスナーの皆さん聞いててどうでしょうか。周囲360度に、はい、スピーカーがついてるんですよ。表面全部これ12面体なんですか。これ正12面体になってまして、はい、周囲に12個、ちっちゃいですけどもスピーカーついてます。で、携帯するということで、はい、なるべく小さく、でちっちゃいスピーカーっていうのは実は低音が出にくいっていう問題があるんですね。シャカ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 してるんですね。普通の、このサイズの大きさですと、はい、高音ばっかりになったシャカシャカしたような音になるんですが、はい、これ低音が出てるの分かると思うんですけども、体積最小にして表面積を最大限に利用する、はい、ということで、表面積全部にスピーカーがついてる、はい、でこれを12面体の、
幾何学模様っていうか、そういう形で表現しているスピーカーなんですね。なるほど。非常にあのクリアな声音ですよね、はい、実はですね、これ秘密があって、はい、この中にもう一つスピーカーが入ってます。あ、表に出てきてない中に、はい、はい、やはりスピーカーの口径の大きいものは低音を出しやすいので、このぐらいのサイズまで小さくするとやっぱり低音出なくなるんです、ね、はい、だから中低音を補強するために中に大きなスピーカーがもう一つ入ってるんです、全部で、13このスピーカーが入ってるっていう、はい、そういう仕組みになってます、この白い方のはなんかとてもラッキーアイテムみたいなものもついてるんですが、はい、とても綺麗なんですけれども。そうですね、これあのミリアさんっていう以前番組でも紹介されたと思うんですが、はい、コラボで、要はあの新しいジャンルのスピーカーですので、はい、いろんな、はい、あのアクセサリーにしたいということで、綺麗、なアイテムがついております。これあのミリアさんが古代ハスを、あのモデルにして作ってるんですけども、はい、幸せになれるスピーカーという、ちょっと、面白いスピーカーだと思いますが、とても綺麗です。これはあの白を基調にした色になっております。はい、はい、でこの他にもですね、あのホームページご覧になれば分かるんですけども、アイドルの方とかと、はい、あのコラボしたような作品であるとか、あとはあの色がですね、12色揃えてます、はい、で筐体の色が12色で、スピーカーカバーが白と黒とありまして、うん、まあ、それの入れ替えで、うん、あのいろんな形の、バリエーションを広げてますので、今15色くらいあります、うん、例えばこれ、ね、この例とした時にですね、例えばこれアクセサリーこうやってくっつけて持ってて、はい、でこうやって、ね、彼女と例えば喫茶店でポッと置いて、で彼女が好きそうな曲をポッとかけて、ここで素晴らしい音が出たらね、あ、いいですね。で途中になんか告白のメッセージが入って、そしたらどうですか。もうちょっとなんかホロホロっとしますね。そうですよね。ぜひプロポーズのいいですね。いいですね。使えそうですね。いただけたらね。サプライズになりますね。そうするとじゃあその自分たちのテーブルだけにその音楽が流れるという、そうですね、ことも可能なわけですよね。はい、今ね、あの iPod を持ち歩くっていうのはもう常識ですよね。でそこは自分の音楽観というか、はい、あの音楽の世界を持ち歩いてる、まあ個人個人で持ち歩いてると思うんですね、はい、でそういう時代になってますので、その世界を他の方と共有する空間がすぐに手に入るっていうところが新しいと思ってます、はい、何か展示会もあるというふうに伺ったんですが、はい、ご紹介いただけますか、はい、なんかあの9月1日から3日、東京ビッグサイトの東5、6ホールでジャパンジュエリーフェア2010ということで、このこれですね、とっても可愛いらしい、ゴルフボールのような大きさですね、こちらを展示即売会ですか、はい、はい、されるそうですので、はい、ぜひ皆様お越しくださいませ。あのうちはですね、3D サウンドスピーカーっていうのを作っている会社なんですけども、はい、こういう形のスピーカーで、周囲に音が広がるスピーカーです。でこれは携帯型で、まあ、あの簡易的なものと思っていただいて、これよりも大きい、もっと音がいいスピーカーがあるんですね、はい、で 3D テレビっていうの今流行りですけども、 そうですね、そこにたった2個この、 あの形のスピーカーを、うん、あの並べるだけ、はい、取り付けるだけで、それが 3D サウンドになるっていうスピーカーを、あの作ってます。で、はい、ホホエムブレインズさんっていう、会社、はい、宝石の会社なんですね、ダイヤモンドのカットをする会社で、はい、そこで新しくですね特許を取った、ゴールドマスターっていう、はい、金色なんですけど、まあ、金が入ってないんですが、金色の金属があるんですね、はい、これを使った新しい、宝石のジャンルのスピーカーをここで、あの展示します。何か今日、はい、あ、ごめんなさい、どうぞ、あの時間なので申し訳ないんですが、はいはい、今日ラジオを聞いてくださってる方にとっても素晴らしい特典があるというふうに伺ったんですが、はいはいはい、お値引きをですね、させていただきたいと思ってまして、はい、お電話をですね、いただいて注文された方、このラジオを聞いたと言っていただいた方、はい、今日と明日に限りなんですが、15% オフで、定価がおいくらでしたっけ。これ通常のタイプが2万1000円なんですね、消費税込み、はいはい、
で先ほど の, あのミリアさんのバージョンが、31,500円消費税なんですが、これを17,000円と26,000円で、送料込みということでお値引きさせていただく、ということですので、佐川さんのイコレクトっていう、自宅で受け取るときに代金をお支払いするという、システムがあります、そこ の, 代引き手数料等もですね、持たさせていただきますので、ありがとうございます、自宅で現金もしくはそのキャッシュカードで買えますから、ぜひお電話ください、では電話番号申し上げます。東京03-3499-2288、東京03-3499-2288です。お待ちしております。はい、いろいろね、使用例だとか、どういうお店で、こんなところで使われてるんだってことがですね、こちらのホームページ見るとサンプルが載っておりますので、株式会社ドクター3、こちらの方を検索してみてください、今日は近藤博士、どうもありがとうございました。ありがとうございました。